はい、えー、今日はですね、えー、皆様に対してですね、えーまあ、私から、まあ、送る言葉ではないんですけれども、えー、これからその、まあ、社会で活躍する生活していく生きていく、えー、その中で,です,、ね、すごくこう大事にしなきゃいけないことっていうのを、まあ、お話したいと思います。これまでと大きくその時代が変化している 一番大きな要因というのは、えー、スマートフォンの普及、えー、そしてモバイルブロードバンドインターネットの普及、えー、それによって、えー、10年ちょっと前から、えー、SNS、ね、ツイッターとかフェイスブックとかあるいは動画サイトだったりとかそういったものがですね、えー、普及してきてそれによって人間の知の共有というのが、えー ものすごく加速されてきた点がこれまででとと大きく違うことです、まあ IT 革命 IT 革命っていうふうに言われましたけれども、まあ、それより実は2008年 iPhone が発売されて起こったスマートフォン革命これによって実はコミュニケーションのやり方知の共有の仕方あるいはドローンに代表される スマートフォンによって安くなった半導体微小装置メムスなんかの普及によってありとあらゆるものがですね安く高性能化して普及するようになったとこういったことがこれまでの常識を完全に覆いしましたこれまでの世界中で行われている教育制度だったりとかそういったものが瞬く間に時代遅れになっています そして時代遅れになっていることをうすうす気づいている人もいますけれども大半の人たちは気づかずにそのレールに乗ってそれは皆さんもそうだと思うんですけどそのレールに乗ってこのまま惰性で一生を終られるんじゃないかっていうふうに思っている節がありますしかしながらそれは間違いですこの スマートフォン革命による知の共有のハイスピード化というのは嫌ー、ね、なしに皆さんの,、えー皆さんのですね、身の周りにさまざまな形で降りかかってきます例えば、えー、大きく変わったのは、えー、よく言われるのが30年前の日本の企業というのは時価総額ランキング30位に、えー、日本の企業は10社以上入ってたとしかしながら今1社も入ってないと。 まあそういったお話を聞きますけれどもここで大きく変わってきているのは何かというとそれ以前は集団で軍隊式の教育制度もともと徴兵制そして国民国家という概念を作るために作り出された教育制度で形作られた、まあ、例えばサラリーマン経営者による集団指導体制というのがですね非常にワークしてたわけですけれどもそれは IT もスマートフォンもなかった時代の工業化社会における成功の一つのパターンだったわけですけれども IT 革命が起きて何が変わったかそれは数少ない数少ない天才あるいはものすごく努力ができる人こういった本当に一部の人たちがリーダーシップを持って世の中を動かしていく社会というのが実は今一番力を持っています。 それは国家体制も同じで、えー、民主主義を標榜している、えー、国よりも、例えば、えー、共産党がですね、まあ、共産党一党支配、事実上の一党支配である中国の方が、えー、イノベーションのスピードも速いし、科学技術の発展のスピードも速いと、そして何よりも皆さん、リーダーの名前を知ってますよね。今中国の 国家主席は習近平さんだってことを皆さん知っていると思いますこれがスマートフォン革命以降の世界この圧倒的なパワーを持つリーダーのリーダーシップによって動いていく社会というのがこれからの社会になりますこれからの社会というのはつまりフォロワーがめちゃくちゃ多い人たち皆さんが、まあ、ガーファーと言われるですね企業、まあ、ガーファ a m というふうにも言われますけれども まあこちらの経営者だったり、ファウンダーだったり、まあ、それ創設した人ですね、皆さん名前思い浮かぶと思います。例えば、グーグルのラリー・ペイジとセ,、えー、セルゲイ・ブリン、えー、この2人は僕と同い年なんですけれども、皆さんもちろん知ってるでしょう。そして、アマゾンのジェフ・ベソス、そして、フェイスブックのマック・ザッカーバーグ、アップルのスティーブ・ジョブス、 こういったリーダーのことを皆さん知っていると思います、そして今、上り調子のテスラ、そしてスペース X の CEO をやっているイーロン・マスク、あるいは中国のですね、バットと呼ばれるですねバイドゥとかアリババとか、テンセント、こういった会社のことも皆さん知っていると思います。こういった ところがです、ね、世の中をリーダーシップを持ってめちゃくちゃ速いスピードで経営判断をしてあるいは状況判断をして世の中を分回すというのがこれからの世の中これを合議制で誰も決めることのできない会議でああだこうだ言って何も決まらずに先送りしていくっていうモデルというのはですね早晩通用しなくなりますそしてその時期がいつなのか これはわかりませんけれども、30年以内に来ることは間違いないでしょう。その時期がいつになるのか、これはですね、様々な、えー、突拍子もない予測のつかないイベントがそれを加速することになります。まあ、例えば今回の新型コロナウイルス騒動、えー、これによってリモートワーク、テレワーク、えー、であったりキャッシュレス、こういったものが一気に推進することになりました。 そして私はその AI とかそういった以前からですねえー、IT によるまあ今 DX っていう言葉が出てきましたけれどもデジタルトランスフォーメーションのようなことが技術的には IT 革命が起きた二十何年前から可能だったわけです私はそれをずっと訴えてまいりましたが人々というのはなかなか生活習慣習慣を変えようとしない生き物なんですね あの階段本当に一歩分の努力をですね惜しんでしまうあるいはやんなくてもいいか明日でいいかっていうふうに思ってしまうのが人間です私もそうならないように日々努力をして、えー、まあ本当にさまつなことですけれどもお昼ご飯を、えー、今日は昨日は牛丼を食べたから今日はカレーを食べようとか、まあ、その程度のことなんですけれども毎日同じ生活をしないように心がけてます 毎日新しいこと刺激のあることそしてちょっとストレスがかかることこういったことをですね毎日やっていこうというふうに努力をしてますが多くの人たちはそれすらやらず昨日までやってたことを踏襲しようとします私はこういった悪兵をなくすために HIU 堀江高文イノベーション大学校というオンラインサロンを作って 行動すすすするる人ををを応援する背中を押すそういっったことをやっておりますなので HIU のメンバーは一般社会に比べると比較的そういったことに対して前向きな方々が多いんですけれどもそれでもたまたま宮崎に移住をして廃業するマンゴー農家を引き継いで宮崎の太陽のマンゴーを生産している若者がいるんですけれども、まあ、彼はえ 次のステップとしてはですね、和牛の生産農家になりたいと、えー、たくさんの和牛をです、ね、飼育して、えー、市場に出したいという思いを持ってですね、活動してるんですけども、ついに彼が子牛を1頭買って、和牛の生産に乗り出しました、そしたら、われわれのサロンメンバーを応援してくれると、えーまあ、150万ぐらいお金が必要なので、えー、一口いくらで買ってくださいというようなことをですね、 え言ったところをたくさんの人たちが、俺も買う、俺も買うということで、ですね瞬く間に彼の講師の権利というのを売れていったんですけれども、そこでえお金を l i n e イで送ってくださいというふうに彼は言ったんですけれども、私は速攻で10万円 l i n e イ a で送りましたが、何人かが銀行口座を教えてくれと、その人に言ったんです。ななんんでだと銀行振込なんて ドコドコ金庫の何々口座の何々番というところまで入れて金額を入れてなんかもう面倒くさいログイン作業あって面倒くさいあるいはもうなんかオンラインバンキングできない人はですね ATM で振り込んだりとかしてるんですけれどもそんな面倒くさいことを何でただの振り込みのことにそんなに使うんだとしかも l i n e イだったら手数料タダじゃないかとえ手数料取られて振り込みって手数料取られますよねそういったことをいまだにやってるとどうして君たちはそれをやるんだって言ったらみんな理由を答えられなかった つまりそういういことですこれからはですねこれから世の中というのは大きく変わっていくしそういった今までやっていたこと当たり前のことっていうのが変わる時期であります新型コロナウイルス騒動というのはですね会社に都心にあるオフィスに出社をして あるいは会社の方はですね、人を集めるために都心部に商社のオフィスを建てて、求人するなんてことが当たり前に行われてましたけれども、それが変わる時期に来ました。そしてですね、DX なんて話をしてますけれども、何のことはないと、リアルの会議がズーム会議に変わっただけだったり、あるいは請求書を紙で、あるいは郵送でファックスで送ってたところ、PDF 添付でメールで送っているだけだったり、これは DX でもなんでもありません。本当ののというのは えー、ズーム会議なんていう動機をしないとだめなような会議を捨てて LINE、えー、グループとか Facebook、ね、グループとかそういったところで,です、ね、非動機で、えー、文字ベースで行ったりそういったことができるのが。 本来の dx です僕たちはもう10年以上前からそういったことをやっております。こういったでも大きな変化がですね起こるきっかけというのは新型コロナウイルス騒動だったり予,告予測もしないような、えー、まあ、何かのイベントが起きた時に起こります。さっき私が言った、えー、大きな変化世の中の構造は変わっていて実は えー、ホワイトカラーの9割は職を失うんじゃないかと僕は思ってますそのために HIU を作って動ける人材を増やしているわけですけれどもまあそういった世の中にですね、えー、いつあってもいいように今から準備をしておく必要があります、えー、そのために何が必要なのかっていうとまず現状どうなってるのかっていうことの正しい理解が必要ですまあこれに関してはですね私が一番最初に説明しましたけれども まあこういったスマートフォン革命による大きな変化がです、ね、えー、実はその科学技術の進展にもものすごく寄与していると、今回の新型コロナウイルス用のメッセンジャー RNA ワクチンなんていうその典型なんですけれども、初めて人類が一から人工的に作り出したワクチンですね、人工的に完全に作られているワクチンであると。 ここれは非常に画期的なことですワクチンを自由自在に作れるということはありとあらゆる病気に対して治療法を見つける可能性があるということです。ここ一歩、えー、一つとってみてもですね要は中国のウーハンで起きたまず最初のパンデミックそういった時にですね、えー、早期にウイルスのゲノムを解析してそれをオープンにしてそのオープンにされたデータをもとにして各国にいる、えー、たくさんの研究者たちがこぞって ワクチンの研究をして、1年以内にそういったものを接種、たくさんの人たちに接種することができた、これはスマートフォン革命がなかったら、起こりえなかったことだと思います、こういったことがです、ね、起こりえるのが現代社会、えー、そして、えー、びっくりするぐらいのスピードで進んでいくと、スマートフォン、インターネット、そして SNS がなかった時代はです、ね、こんなハイスピードで進んでいきませんでした。 こんなハイスピードで進むからこそリーダーシップが必要でそしてそこでタイムリーに決断することが必要なんですこれは何もその大企業グローバル企業だったりでっかい国家を運営していく人たちにだけ必要な能力ではなくこれはそれぞれ皆さんの人生をですね最適解に導くために必要な実は能力です。 世の中が大きく変化していく中、今までと同じように、えー、義務教育の学校で学び、高校、大学に行って、えー、そして企業に入って就職すあ、就職をして企業に入ると、こういった道というのは確実に時代遅れです。これだけは言っておきます。えー、それを僕に時代遅れだって言われて、即行動して、えー その場その場で適切な判断をして行動していくってことができるかできないかというのがこれからの時代ですね自分たちの、えー、生きる質クオリティオブライフっていうもの,ものをですね高めるためにはですね非常に重要な能力になってくると思います、えー、今日はですね、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます、えー、皆さんの善とかですね、えー、本当に善とよ未来がですね非常に幸せに えー、なるように、えー、祈っておりますということでいってらっしゃい